ごめんなさい。すみません。あ、突然お声掛けさせていただきます。すみません。あの、疲ることをお伺いしますけども、芸能業界興味ありますえ業界あります。はい。芸能業界です。あります。あります芸能業界芸能業界です。あります。あ、芸能業界興味ありますあります。よかったいや、いや、すごいなんか雰囲気あるなと思って。え、マジっすかはい、なんか、あの、業界で絶対合いそうやなと思って。スカウトっすか あ、スカウトですいやいや、実は、じ、じ、じ、実は、それ狙いでここ立ってああ、そうですか。はい。この辺気をつけた方がいいですよ。なんでなんか芸能業界予想っていろんな業界の人をスカウトしてるんで。ああ。こ危ないですよ、ほに。あ、僕、それ、火があったことあります。ああ、そうですか何回も。ああ、危ないです、ここ。でも安心してください。芸能業界なんで。マジっすかはい、完全な芸能業界。ああ、やってや。よかった。どっち系ですかあの、役者系なのか。役者系です。役者系です。はい。ありがとうございます。え、もしかしてやってくれます あ、当たり前じゃないですか。わー、よかった。ありがとうございます。じゃあ、早速、もう、1位していただいて。え、有名プロダクションですかあ、有名ですね。あの、この業界内では2番手です。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっと早速、すみませんお願いします。いや、め、やっとやん。ここでスカート待っといてよかっでかあ、はい、あ、監督。はい。捕まりましたんで。あ、はい。監督<え>はい。明日から早速、現場入っていただいて。え はい。撮影も。バリバリ働いてもらいます。とうお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。早速明日撮影入ってます。よろしくお願いします。お願いします。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。とにかく優しく。ありがとうございます。えっと、これは、えっと、何のドラマですかね。あ、ドラマえ、映画ああ、映画。 っていうより映像ですけど映僕、こ芸能業界がもう初めてなんで、なんかすごい緊張しちゃってて。あ緊張することないですよ。はい、出る人は緊張するの分かりますけど、はい、出ない人は緊張しちい,いや、僕、出役自体が初めてなんですよ。要は、学生時代もやったことないし。あ あ、ごめんなさい、出役、出役じゃないです。はい。出役じゃないはい。え、でも、芸能業界,能業界って芸能業界です。あ、お兄さんの仕事は、はい、あの、撮影終わりのエロ役者にバスローブをかける仕事です。で、お金は払ってもらいます。経験なんです、それは。はい。え、もう一回、もう一回、もう一回。撮影終わりのエロ役者にバスローブをかける仕事です。最低10年。で、この10年間はお金は払ってもらいます。えっと、経験なんで誰がお兄さんが。<laughs> 誰にうちに。はい。 や経験なんで、もう絶対向いてると思う。なんで、えっと、なんで、えっと、そちらの事務所に、写真撮られたなんでそちらの事務所にお金払って、僕、撮影終わりの LA 役者にバスラブかけるんですかこの業界興味ある人なかなかんありがとういまいやでもできるじゃないですか。頑張ってくださいね。ま、10年後。感動怖いですけど。頑張ってください。最悪やお疲れ様でした。 ぜひ読んでください飾りっ気のない飾りっ気のない飾りっ気のない君が 横にいる。へい、横にいる。へい、横にいる。へい、上にいる。へい、下にいる。へい、左にいる。へい、右にいる。へい、右にいる。へい、上にいる。へい、下にいない。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。 자르 <듬>